今回は名もなき村作戦を実行するよ。何それすごそう。このゲーム、そんな作戦があるんですね。何かのコードネーム的なものなんですか？ちっちっち、甘いなフラン君。コードネームも何も、名前の通りなのだよ。つまりなんだって言うんです？名前がついていない村に降下すれば、他の人と降下地点が被る確率が少なくなる。そうすればそこら辺一帯は割れ、デミリアだけのもの。だから名もなき村に降下してうまうましようぜ作戦というわけだ。へぇー、ちょっと。まだこの有用性がわからないとは、まだまだフランもお子ちゃまだな。お、今回もフレンドさんと一緒なんですね。そうなのだ。やっぱり人数は増えれば増えるだけ戦略も増えるからね。と言っても複数は二人タップの上しかやったことないけど。そしてこの名もなき村作戦のいいところは、アイテムすべて入手できることだけではなく、戦闘が始まってすぐの、武器が見つからずに訪れる不要の死を回避することができる。そういえば前回、戦闘開始してすぐは武器を見つけられるかの運ゲーって言ってましたもんね。いかにもいかにも、ハラハラドキドキ好きや、強運の持ち主、はたまた素晴らしい立ち回り、戦略をお持ちの方はいいけど、私みたいなか弱きレディーは平和に物資を集めたいよね。レディーだってプププしね。しかし、メリットばかりでないのが人生楽しいところ。名もなき村に降下したために、アイテムが良くなかったり、戦闘エリアまで遠いのに、移動手段の車がなかったり、人生すべてはうまくいかないよね。ゲームしながら人生について考えるのはどうなんでしょうかね。てかお姉様絶賛車探し中なんですね。そうなんだよ。戦闘エリア遠いのに車ないんだよ。このままではせっかく集めたアイテムも、戦闘エリア外にいたというだけでの垂れ死ぬ。だけでっていうかそれがルールなんですけどね。しかし、ここでできるマイフレンドの登場さ。うろー、かっこいいですね。危ないお友達も引っ連れてきた模様。一発当たってしまった。急ぎ足で逃げよう。戦闘範囲も狭まりが開始されてますからね。今撃ってきている輩たちは、どうせ車がなくの垂れ死ぬさ。ガッハッハ。車を捨て、徒歩にて移動している途中、敵プレイヤーが赤い屋根のあの建物に入っていくのを目撃した。敵プレイヤーからはバレてないんでしょうね。もちろん、今も敵の死角から侵入しているよ。こういう平たいところ走るときは、第三者に見つかるのも怖いですね。それは大いにあるね。さて敵さんはと、うろちょろしてますね。動きからしてこちらには気づいていないようです。建物の陰に移動したらこちらから接近するか。よし、行くぞ。敵さんはタップを組んで、もう一人いる可能性がありますので、そこは気をつけてくださいね。了解マイシスター。エンジン音が聞こえるってことは、アタックチャンスだー。バン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 、バン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 。一人は気絶させることができた。敵が一旦離れているうちにとどめを刺しておきましょう。バン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 。やったー。急ぎリロードしてと、オン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 、オン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 、ショットガンとか危ねえじゃねえか、こんちくしょー。やったー。ふう危なかったぜ。ショットガン一発の威力は強すぎますね。ワンパンキルされなくてよかったぜ。逆に言えば、ショットガンを有効活用すれば、近接無双で数人連続キルも夢じゃないな。ガッハッハ。お姉様の場合、夢見るだけで終わりますけどね。ガッハッハ。そしてその後、敵と鉢合うことはなく、最終決戦へ。ミニマップを見ると、戦闘エリアが相当小さくなっちゃいましたね。敵との遭遇率が格段に上がる頃だね。そして、フレンド曰く南側に敵を発見したとのことで、おん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 、おん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 、やいこら、フレンドをいじめるな、バンバンバン、やったー。フレンドさんを助けられませんでしたね。すまんよ、マイフレンド。仇は撃ったから成仏してくれ。なんだか言い方ひどくないです？ひどくないです。そしてもともとフレンドが見つけていた、南の敵がまだいるはずなんだよな。あの黄色い車あたりなんですか？フレンドはそう言っていた。移動しちゃっているかもしれないが、まだ移動までには時間があるから、焦らず様子見をしようか。てかよく見るとあまり弾薬持っていないんですね。そうなんだよ、そこなんだよ。あまり弾の無駄遣いができないから、敵を炙り出すことができない。もともと炙り出し方わからんけど、オン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 、オン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 、今完璧チラッと見えましたよね。いたいた。バン。バン、下手くそ。あいつが弾避けるのうますぎなんだよー。んなわけありません。弾が当てられないのなら近づけばいい。っていうことで相手からは見えないよう接近するよ。こちらからは敵の動きが丸見えですね。いかにもいかにも。さてどうする？動き出しました。へーへーへー。バン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 。やったー。時間もない。弾もない。急いで敵からアイテムを押収して次の戦闘エリアまで走らねば。サイレンサー持ってるみたいです。さあ、逃げて逃げて。どこだよサイレンサー取らせろよ。こっち側なら安全か？とりあえず回復が先ですね。ちなみに私は癖でインベントリ開いてからの回復を実施しているけど、ショートカットキーの設定もできるから、今から始める人はゲームオプションを見てみるといいかもよ。使いこなせるならショートカットの方が早いですし、安全ですよねきっと。私も使いこなさなければ。戦闘エリアの縮小が始まりましたよ。さっき私を攻撃してきた人、発見。バン、バン、やったー。よし、サイレンサーを持って一目散で走るぞ。ショットガンの弾と9ミリ弾も捨てちゃいましょう。捨てて 5.56 ミリ弾と交換したいね。やっぱりそんな余裕は私にはなかったね。弾がなくなったら素手で戦うさ。世界の猛者の中には、ラストキルがフライパンな人もいましたしね。あれは猛者すぎた。てか障害物かもーん。すごい平地ですね。怖いですね。障害物ありました。絶対それ障害物ではないと思う。ものは考えようさ。
とりあえず鎮痛剤を飲み、絶対あちらの建物に敵がいると考え、スモークで黙々大作戦を発動。敵に居場所を特定されないように煙に噴して接近するんですね。いかにもいかにも、しかし、小麦畑に伏せられていたら終わりだけどね。とりあえずは撃たれてませんし、行っちゃいましょう。ここからは伏せで行ってみるか。ひとまず安全ポジションまでたどり着くことができた。敵はあの白い小屋か、目の前のお家にいそうだな。手榴弾を用いて敵をあぶり出すか。しっかりと狙ってくださいね。とりあえずはあのドアを開けられれば吉。手榴弾5個あるから頑張ってこう。とりあえず1球目いきます。おにょにょにょん、おにょにょにょん。右側の白い小屋の方にいたみたいですね。横やり失礼しまーす。ちょうどいいところに行きますかね。どうだろうね。はぁー、ドンピシャで小屋の中入ってましたね。お見事。残るは敵1人。家の中にいるならこの手榴弾で殺せないかな。ダメみたいですね。ダメージが入ったかも不明ですし、ちょっと様子見するか。む、絶対家の中にいると思うんだけどな。いました、いました。かっちゃー。エコーかけないで。奴をどう調理してやろうか。そういえばこういう時のために手榴弾を1個残しておいたのだった。さすがお姉様、殺し方がスマートすぎます。奴は敵の姿を知る前にその命が尽きるであろう。ガハハガハ。お前下手くそしね。手榴弾が空中爆発しとったやないかい。元気な手榴弾なんだね。はよ蹴りつけろや。了解マイスター。念のためサプレッサー付きの愛銃 M416 でとどめを刺すよ。右からの方がやりやすそうだな。やっちゃえ。整いました。それでは行きます。ピカ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 。今日の夕飯もドンカツのようですね。あー、ドンカツ食べ飽きたー。一生ドンカツを食べられない体にしてやろうか。ドンカツ大好き、ドンカツラブ。それでよし。ってことで今回はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。